トイボールファクトリーです。今回は HGUC AGX04 ガーベラテトラを製作していきます。箱はこんな感じ。メッサーと比べるとコンパクトで、まあ普通のサイズに近いのかなと思います。ガンダム00183に登場するシーマガラハウの登場機ですね。では早速作っていきましょう。ガンダム00183公開時、ビデオレンタルとかセルビデオの時期ですね。その頃に無印のキットが出ていました。 HG とか何もついてないその時のキットを作ったんですが、最後まで完成させられずに途中で飽きて作るのをやめてしまいました。今回はそのリベンジも兼ねてというところもあって、また前回作ったメッサーが中身がアナハイムエレクトロニクス社製で側がジオンっぽく偽装されているということだったので、それに似たのがあったなと思い出して、ガーベラテトラも中身はガンダムで外側をジオンっぽく偽装していたなということで、今回製作するキットとして選んでみました。2013年7月に発売されたという比較的古いキットにはなるんですが、一応最新の HGUC のフォーマットで作られたガーベラテトラがどんなものなのか確認していきたいと思います。はい、ということでもう出来上がっちゃいました。めっちゃかっこいいですね。これはかなりいいですね。肩のスラスターボートもかっこいいですし、このバランスが、バックパックもかっこいいですね。そしてスルムブースター、でかい、でかいのはいいですね。画面に全然収まってないですね。めっちゃかっこいいですね。このビームマシンガンもかなりディティールが細かくていいですね。これもう薄組でいいんじゃねっていう気もしちゃうんですが、そうもいかないのでバラして表面処理をしていきます。ピンバイスで各部の穴開けを行っていきます。ピンバイスで穴開けするのはあまり技術もいらない割には解像度の高いディティールアップになると思うので気に入って対応しています。ちゃんとしたピンバイスで穴開けを行うとかなり正確でかっちりとした穴が開けられるので、まあ、全体の精密感が上がったようなディティール感が増したような雰囲気になるので開口できる部分はどんどん開けていきます。あとあんまり何も考えなくてディティールアップできるので無心になれていいですね。タミヤの筋彫り調光ブレードを購入してみました。 0.1 ミリですね。 HGUC ということなので精密な筋彫りが必要かなと思ってこのサイズにしてみました。筋彫り堂の筋彫り高値が買えなかったからこれにしてみたんですが、これかなり良かったですね。扱いやすく精密な筋彫りができました。肘の関節パーツを後はめ加工していきます。ダボをハの字に開いて後からピンを差し込めるようにしてみたんですが、これは失敗でした。後で大変なことになります。テールスタビライザーのエッジをビューターで削っていきます。このテールスタビライザーのエッジがかなり角張っていてあんまりかっこよくなかったので、これを翼断面形状、滑らかな形状にして光沢塗装した時に滑らかな光の回り方をするように形を整えました。頭部パーツの襟足の部分ですね、ここをリューターで削って、薄く見えるようにしていきます。後ろから見た時にこの襟足の部分の装甲が厚いとやぼったく感じてしまっていたので、ここを薄く削り込んで精密な感じが出ないかなと思ってやってみました。薄く見えますかね。合わせ目処理を行っていきます。ガーベラテトラはスルムブースター、ビームマシンガン、二の腕、あと肩のスラスターポット、あと肩のマフラー部に合わせ目が出るので、そこをタミヤの流し込み接着剤で接着して合わせ目を消していきます。接着が済んだら出っ張った部分をフィンテックの調光スクレーパーで削り取っていきます。合わせ目を消したところに筋彫りがあったりすると筋彫りが埋まってしまうのでエッチングノコで筋彫りを彫り直しています。筋彫り堂のマジックヤスリがたまたま買えたので今回試してみました。このヤスリめっちゃいいですね。すごい切削力が高いんですが無駄な傷がついたりしないのでとても滑らかな表面が得られます。400番から1500番までマジックヤスリでヤスリをかけて、タミヤの2000番のスポンジヤスリで表面を整えて表面処理一旦終了です。足の裏に目立つ肉抜き穴があったのでこれを埋めていきます。足の裏をスキャナーで撮影してそれを元にイラストレーターでパスを引いて紙にプリントアウトして 0.2 ミリの透明プラ板にデコプリンセス水性の接着剤で貼り付けて、それをガイドにプラ板を切り出していきました。ぴったりですね。
デコプリンセスは水性なので水につけるとこの紙を剥がしやすくなります。簡単に剥がれてくれるので楽ですね。それで紙を剥がしたプラ板を所定の位置に置いて流し込み接着剤で固定して、これで肉抜き穴の穴埋め終了です。結構簡単でしたね。サーフェイスアイボブラックが手に入りました。これでサフを拭いていきます。前回のメッサーの時もそうでしたが、今回も梅雨明け前ということで湿度がすごく高い状態が続いていました。湿度 60% 以上というなかなか危険な湿度の状態でしたが、塗装をやらないわけにもいかないので頑張って進めてみました。30分ぐらいで一通り塗装が終わるんですが、ドレンキャッチャーを開いてみると水がしっかり入っていました。少ない量に見えるかもしれませんが、これが塗膜につくと塗装失敗となってしまうので結構危険な領域だったかなと思います。 EX ブラックを拭いていきます。サーフェイサーだけだと艶消しになってしまうので、細かい傷やへこみなどごまかされてしまうことがあるので、ここで EX ブラックを拭いて光沢を出して、最終的な光沢の時に見えるようなそういった細かい傷やへこみなどを確認していきます。そこで出てきた細かい傷やへこみを3000番のスポンジやすりでならしていきます。瓶が汚いですがスターブライトゴールドを塗っていきます。スラスターの内部をスターブライトゴールドで塗り分けしようとしています。多少塗料がはみ出しても気にしません。適当に塗っているだけです。メタリックアイアンと書いてありますが、メタルカラーアイアンの間違いですね。プラ板にスラスターパーツを貼り付けて、その上からメタルカラーアイアンを塗って塗り分けとしています。これで塗り分けができました。簡単ですね。この他フレームパーツもメタルカラーアイアンで塗っておきました。組み立ての時に拭き取ってツヤを出します。 EX ブラックを塗っていきます。3000番のヤスリをかけて細かい傷を消した状態ですね。これで EX ブラックでツヤを出していきます。これでさらにツヤを出していくんですが、どうでしょう。いい感じに塗れているかな。ちょっと暗くて分かりづらいんですが、反射が滑らかになっているのが分かるかと思います。この時点で多少滑らかには見えるんですが、まだまだ波打っている状態なので、重ね塗りをしていってさらにツヤを出していきます。一度乾燥させるとまたツヤがなくなっているので、ここに EX ブラックを重ねてツヤを滑らかにしていきます。ピカピカになっているのが分かるでしょうか。さっきよりもかなり滑らかになっています。もうピカピカですね。 EX シルバーでキャンディー塗装の下地を作っていきます。 EX シルバーはスターブライトシルバーに比べて明るめなので、明るいキャンディーカラーを表現しようと思って EX シルバーを使用してみました。クリアレッドを重ねていきます。高圧で吹けるパワーコンプレッサーを購入したので、圧を強めに塗料の量も増やして早く塗れないかなと思って吹いてみたんですが、これは大失敗でした。塗料の量が多すぎてエッジにたまりができてしまいました。動画だと分かりづらいんですが、エッジに塗料が濃い部分ができてしまって、これを回復しようと重ね塗りをしてみたんですが、ただただ濃くなっていって回復不能でした。ということでヤスリをかけてやり直しをしていきます。ヤスリをかけることでエッジにたまった塗料を滑らかにして、なおかつもう一回ヤスリをかけてるんだから表面も滑らかになるだろうという怪我の巧妙ということにしておいて、なんとか苦行に耐えています。これ胸のパーツだけやっているように見えますが、ほぼ全パーツを同じように失敗してしまっているので全てやり直しました。クリアレッドを EX ブラックで塗りつぶしていきます。ヤスリをもう一度かけたのでかなり綺麗な塗膜になっていると思います。だいぶ表面が整っているんじゃないですかね。ちょっと拭いただけですぐに滑らかな塗膜が得られています。続いて EX シルバーを拭いていきます。これもまた同じですね。キャンディーカラーの下地となります。では懸念のあったクリアレッドを拭いていきます。先ほどは 0.2 メガヘクトパスカルで拭いていたので、今回は 0.07 メガヘクトパスカルとかなり弱めに、塗料の量も絞って少しずつ塗るようにしました。さすがにもう一回失敗するのは嫌だったのでかなり慎重に塗っています。少しずつ色が乗っていってるのがわかるでしょうか。ほとんど違いがわからないぐらいの差だと思うんですが、恐る恐る拭いていますね。ただあんまりゆっくりやりすぎるとザラつきが出やすくなってしまうので、
それもかなり気をつけて神経を使う状態で塗装を続けています。これでクリアレッドをだいたい3回目ぐらいの重ね塗りだと思います。だいぶ色が濃くなってきましたね。各塗装ごとに乾燥時間を挟んでいるので失敗なく塗れているんじゃないかなと思います。ただまだちょっと表面がなし地になってるかなという感じがしますね。いい色の濃さになったので EX クリアで保護をしていきます。通常の塗装だとクリアレッドを拭いた後にデカールを貼っておしまいとなると思うんですが、僕の場合デカールと塗膜のツヤの差が気になってしまうんですね。なのでデカールを貼った後にクリアコートをしてツヤを統一するという塗装を行っています。またクリアレッドの上にデカールを貼ってクリアコートをすると、一番上のクリアコートの溶剤分で下のクリアレッドが溶け出してしまうことがあります。この溶け出した染料がデカールに移ってしまってデカールが赤く染まってしまうなんてことがあるので、このクリアコートをデカールを貼る前に行っています。デカールをちょっと仕入れてきました。アストレイレッドフレームとダブルオークワンタ、あと社外品でホビージャパンのコーション A ゴールド、配給パーツのアクセントデカール A 金ピカですね。これとラインデカール2、これも配給パーツですね。デカールを貼りたいところにマークセッターを点付けして、その上からデカールを貼っていきます。これはダブルオークワンタのデカールかな、なんか矢印っぽかったのでなんか出るよっていう感じのところに貼ってみました。こちらはホビージャパンのコーションデカールですね。金ピカです。まあシーマガラハウの搭乗機なのでナリキンっぽい感じが出たらいいかなと思って使ってみました。赤色と合うかなと思ったんですけど、結構ピカピカでいい感じですね。配給パーツのアクセントデカールがすごいメッキ感が良くてピカピカしててかなりいいですね。これまた使いたいですね。このデカールはダブルオークワンタのものだと思うんですが、本来どこに貼るものなのか全然わからないんですが、胸のところにちょうどいいスペースがあっていい感じに収まったので貼ってみました。バイナルグラフィックっぽくてかっこいいかなと思います。いかがでしょうか。綺麗ですね。ピカピカ。湿度 71%、 クリア塗装するにはばかられる湿度の高さですね。ドレンキャッチャーの性能を信じて塗っていきます。デカールを保護するためのクリア塗装になります。あとはデカールの段差を多少減らすためを、毛が入りましたね。毛を取るため、専用のピンセットを用意してあるのでそれで取っていきます。はい、取れた。光沢を出すためのクリア塗装を続けていきます。これも EX クリアですね。デカールを貼った上に EX クリアを拭いているんですが、ただあまり厚く塗りすぎると溶剤でデカールが破けてしまう、溶けてしまうということがあるので、これもクリアレッドの時と同様に厚弱め、塗料の量も少なめでゆっくりゆっくり控えめに塗っています。なし地になっているところにはちょっと多めに塗っていきます。これで失敗すると最初からやり直しになってしまうので、かなり気をつけながら塗っていますね。 EX クリアを2回塗ったので、さらに3000番のタミヤスポンジヤスリで表面を整えていきます。またヤスリがけかいっていう感じなんですが、これも大事な工程です。ただまあやんなくてもいいんじゃないかなと思います、普通はね。ただまあここをやっておくとさらに一段レベルの高いツヤが得られるかなと思います。まあ手間をかけた子ほど可愛いという理屈かなと思うんですが、まあそんなに手間でもないのでやっていますね。これでちょっと水をつけて拭いてあげるとツヤが出るので、最終のツヤこんな感じなのかなと見れて結構楽しい工程だと思います。仕上げの EX クリアを拭いていきます。デカールを貼った後に EX クリアを拭いて、そこでヤスリがけを行ったのでデカールと塗膜の段差が少し解消されてるとは思うんですが、今回そのデカールの厚さがほとんど気にならなかったですね。特に社外品のホビージャパンとその配給パーツのデカールは本当に厚みが薄く感じました。特に配給パーツのデカールはデザインの縁ギリギリでカットされてて余白がほとんどない状態だったので、その余白の段差も気にならなくてすごい良かったですね。またまた使っていきたいなと思いました。ピカピカですね。綺麗ですね。これが見たくてやってるようなもんですね。ずっと見ちゃいますね。たまらない。筆で部分塗装をしていきます。タミヤエナメルのフラットブラックをインテーク部分に塗っていきます。ここは穴を開けてもいいかなと思ったんですが、ちょっとめんどくさいかなと思って
あのマフラー部分、肩にかかってるインテークの部分は、穴を開けてみたんですが、あんまり効果がなかったなという感じだったので、筆で塗っていくだけにしました。アポジモーターもタミヤエナメルチタンゴールドで塗っていきます。多少はみ出しても修正が効くのがエナメルのいいところですね。細かい部分をスミ入れブラックで塗りつぶしていきます。ちょんちょんと置いて、はい、終わりましたね。ここで緩和休題。前回公開したメッサーの動画が再生数、高評価、チャンネル登録いっぱいいただきました。ありがとうございます。今回のガーベラテトラの動画も最後まで楽しんでいってください。それでは後半戦いってみよう。これで一通り塗装が終わりました。では組み立てというわけではなくて、ディティールアップを行っていきます。水性接着剤のデコプリンセスを使ってディティールアップパーツを接着していきます。これは配給パーツの G レップ、ゲートレスエッチングパーツのジョイントカバー3を使ってディティールアップしています。塗り分けでディティールアップしても良かったんですが、ちょうど合うパーツがあったので手軽にディティールアップすることにしました。ちょうどいいですね。シュツルムブースターに段落ちのディティールがあったので、ここに長谷川のフィニッシュシート、ゴールドフィニッシュを貼っていきます。これも生産終了しているので、例えばカーボン調とかそういった別のものを貼り付けてもいいかなと思います。フィニッシュマスターや爪楊枝でシートを圧着させて、アートナイフで余分な部分をカットしていきます。こういった繊細なカットを行う場合は、アートナイフの刃を新品に変えて一番切れ味のいい状態でカットすると上手に切れますね。余分な部分を剥がしていきます。こうやって綺麗に剥がれていくと気持ちがいいですね。メタルカラーアイアンで塗ったフレームなどのパーツを磨いていきます。このメタルカラーアイアンはこうやって拭き取りを行うとツヤが出てきます。このツヤが出ているところとそうでない部分の差が面白いですね。拭き取り残しの部分がまるで汚しのような感じになって、僕は本当にこの塗料がお気に入りです。このキットのモノアイ表現はシールになっているんですが、今回は配給パーツのオーロラドームグリーンをデコプリンセスで貼り付けてディティールアップとしました。そういえばガーベラテトラのモノアイってピンクじゃなくてグリーンなんですよね。ジュン系っつったらピンクかなと思ってたんですが、グリーンが正しいようです。頭頂部のパーツなんですが、塗装を重ねすぎて結合部が厚くなってしまって入らなくなったので削って調整をしています。こうやってパーツの合いが悪くなってしまうことはよくあることなので、都度調整して辻褄を合わせていきます。同様に頭部のアンテナもはまりにくくなっていたので、根元を削って調整して入るようになりました。これで頭部の完成ですね。足の組み立ても行っていきます。光沢が出てピッカピカなので、指紋をつけないように手袋をしたまま作業しています。もうピッカピカですね。すっごいツヤが出てます。光源がたくさんあるのが反射して見えますね。綺麗ですね。肘の関節を作っていきます。後はめ加工をしていたんですが、入る気配が全然ありません。刺さらないです。これはやってしまいました。入らないですね。おや、適当にダボをカットすれば入ると思っていたんですが、甘い考えだったようです。ちゃんとテストをしないといけないですね。ここの肘のパーツの部分がどうやら、ここですね。ここがここに当たっているようで入らなくなっているようです。ここをカットしていけば入るんじゃないかなと思ってカットしていきます。はい、大胆にバッサリいきます。見えなくなってしまうので塗装が剥げてしまうのはまあ気にしないということで切っていきます。これで入るんじゃないかなと思います。はい、肘だいぶ入るようになりました。これで入るんじゃないでしょうか。入らないですね。なんかパーツがどんどんボロボロになってますが、もう気にしないです。もうやけですね。中のピンを切り飛ばします。これで入るでしょう。これで入る。では入らない。なんかますますボロボロになってきました。もう焼けっぱちですよ。ダボの部分を完全に開いてしまいます。ニッパーでバチバチ切っていって、これでいけるでしょう。いいよ。
よかったですね。ちゃんと仮組みの時に調整しておかないとダメですね。いやー、よかったです。全塗装と歌っておきながらシールを貼っていきます。このペリスコープと、あと背中のバックパックのところのセンサー部、あとはビームマシンガンのセンサー部にシールを貼りました。ホイールシールなので質感がとてもいいので、これで全然問題ないですね。塗装でやってもいいんですが、失敗した時のリカバリーのことを考えればこちらの方が全然コスパがいいかなと思います。かっこいいですね。では組み立てを行っていきます。もうただ置いて撮影してるだけなんですけど、ピッカピカですね。気持ちいいです。では組み立てていきます。いきなりですが、この足首めちゃくちゃ硬いです。気をつけてください。ネットで調べてみたところ、組み立てる時に足首を折ってしまう人が結構いたみたいなので、注意が必要だと思います。力を入れすぎてパーツをどこかにぶつけたりとかすると塗膜が剥がれてしまうので気をつけましょう。足の甲やすね、腹部、コクピットハッチなどクリアレッドの濃度を変えて、色合いが単調にならないように塗り分けをしています。あとスリッパやランドセル部分も下地をスターグライトシルバーにしてちょっと暗めに塗り分けをしています。ビームマシンガンの持ち手の軸のところが少し斜めについているので、ビームマシンガンが腕とかに干渉しないように逃げられるようになっていますね。ただこの銃の持ち手が分解しやすい感じがあるので、もしかしたら接着してしまった方がいいかもしれませんね。僕は今回は接着してしまいました。この肩のマフラー部分っていうんですかね、ここにスラスターポッドをつけてから腕をはめ込んでいますが、これ間違いですね。このスラスターポッドの軸が薄い板でできてて簡単に折れてしまいそうです。肩のスラスターポッドは最後に取り付けた方がいいと思いますね。でこうやって本体に差し込む時にも負荷がかかりそうな感じだったので良くないですね。かなり関節が硬いですね。足首もそうだったんですが、この肩の部分もかなり硬いです。力を入れないとはまりませんでした。ということで左腕は学習したのでスラスターポッドを外した状態で本体に合体していきます。はい、これではまりました。スラスターポッドを後からつけて、これで事なきを得たという感じですね。はい、本体完成です。シュツルムブースターを組み立てていきます。プロペラントタンクを取り付けます。プロペラントタンクまでツヤツヤに塗ってますが、こんな使い捨て用のパーツまでツヤツヤに塗ってるんですが意味があるのかという感じですが、かっこいいからいいんです。仕上がった頭部パーツを本体に合体していきます。ここのはめ合わせもかなり硬いので気をつけながら差し込んでいます。パチンとなってぶつけて塗膜を剥がしそうなんでビクビクしながら差し込んでいます。はい、これで組み上がりです。ピカピカですね。めっちゃかっこよくないですか。これちょっと忘れてました。スチルムブースターですね、これを取り付けないといけません。スタビライザーのところにプロペラントタンクが引っかかるので、これを避けながら差し込んでいきます。スチルムブースターでかい、画面に収まりきってないですね。いや、ピカピカです。めっちゃエロいです。ずっと眺めていたくなりますね。いや、たまらないです。ということで HGUC AGX04 ガーベラテトラをキャンディー塗装で全塗装してみました。今回も梅雨の真っ只中ということでなかなか塗装には苦労したんですが、結果的にはいい塗装ができたんではないかなと思います。下地のメタリック塗装が柔らかい反射を作り、表面のクリア塗装が鋭い反射を作り、複雑な光のディティールを生み出しています。この複雑な光の反射こそキャンディー塗装の醍醐味だと思います。実はこの塗装が気に入りすぎて、このターンテーブルでの撮影に3時間ほどかかってしまいました。うまく撮れなかったから3時間かかったではなくて、あまりにもうまく撮れすぎて、こうずっとこの光が動いてるのを見てるのが楽しくて、ずっと撮影を続けてしまいました。めちゃくちゃ楽しかったです。まあ、もうこのためにこう苦労を厭わずやってるんだろうなと思いますね。そういえば気づいた方もいるかもしれないんですが、今回引け処理をしていません。ガーベラテトラ
引けがほぼなかったですね。これだけ複雑な局面があるので、まあ、どこかに引けが出てくるだろうと思っていたんですが、目立つような引けはありませんでした。どうしてかなと思ってよくよくパーツを見てみると、この引けが起こりそうな、ダボとかピンがあるところの表面にはなんかディティールが置いてあって、引けが目立たないように配置されていました。本当に設計者がそういうふうに考えて作ったのかわからないですが、僕が見る限り引けが出ないように設計されているように感じました。これは結構驚異的なことだなと思いました。キャンディー塗装や光沢塗装などが少ない手間で作れるキットになっているんじゃないかと思います。このスラスターポッドを流れる光もたまんないですね。スラスターポッドのデカールはマスターグレードバージョン KA のサザビーのデカールも使用しています。このバックショットもすごくいいですね。生めかしくてグラマラスな女性的な感じがします。柔らかいラインがキャンディー塗装にぴったり合っていたんではないかなと思います。ということで HGUC AGX04 ガーベラテトラをキャンディー塗装で全塗装してみました。このガーベラテトラをかっこいいなと思ってくれた方、キャンディー塗装エロいなと思ってくれた方、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。トイボールファクトリーでした。ご視聴ありがとうございました。